どうも皆さんこんにちは、ゆうきでございます。ということで本日が6月の4日金曜日、時間がですね午前11時30分というところで今日の動画を撮影しております。今日皆さんに元気と情報をお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いください。ということで僕のチャンネルでは365日休まず3年間、仮想通貨のチャートを見続けてきた僕の、チャート分析をメインに、その時になったリアルタイムの仮想通貨にまつわるニュースなどなど楽しくお送りするチャンネルとなっております。仮想通貨に興味がある、仮想通貨の投資を始めてみようかな、仮想通貨 FX やりたいけどチャート分析に自信がないっていう方はですね、ぜひ僕の動画を日々見ていってもらうことで、僕と同じレベルのチャート分析はすぐにできるようになるよっていうコンセプトで動画の方をお送りしております。ぜひですねチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援の方よろしくお願いいたしますよ。というところで、今日もね早速ね本題の方に入っていくんですけれども、先にですねちょっとね、お伝えしておきたいんですけれども、ちょっと明日ですね土曜日、6月の5日の土曜日、明日の土曜日と明後日の日曜日は、ちょっとね、お休みの方いただこうかなというふうに思ってます。まあ土曜日に関しては、ちょっとね首だいぶ治ってやってるんですけど、まあ、ちょっと2日間ぐらいはゆっくりしたいなっていうのと、まあ土曜日にちらほらちょっと予定があるので、こう今のこの首の状態でバタバタしすぎるのはあまりちょっとよろしくないということで、ちょっとねそこはご理解ご了承いただけたらなと思います。はい、なので6月5日の土曜日と日曜日はいつも通りの休みですね、と合わせてちょっと2連休いただきますので、次の動画は、月曜日ですね、週明けの月曜日の動画になりますので、ちょっとね寂しいかもしれませんが、そこまでねお待ちいただけたらなというふうに思いますよ、というところでございます。はい、ということでね早速ね本題に入っていくんですが、今日の内容としましては、特にねこう内容までこう深掘りして見ていくようなニュースはなかったので、まあ見出しだけチラッと見ていこうかなというところのニュースが、1件と、あとはね時価総額ランキングいつも通り見ていって、でビットコインのね円建てと、昨日と同じくちょっと3銘柄に絞らせてもらえたらなと思います。ビットコイン、イーサリアム、リップル、この3銘柄、のチャート分析ドル建てで、行いますよというところでございますので、ぜひね最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというふうに思っておりますよ、ということでございます。はい、ではね早速、気になるニュースから行こうかなと思うんですが、気になるニュースからニュースの見出しね、ちらっと皆さんに紹介していこうかなと思うんですが、今日のね、入ってきたニュース、6月の4日金曜日ですね。まず、イーサリアムの、担保。イーサリアム担保の、米ドルローンを提供へっていうところがニュース入ってきてますよ、と。まあ、新しい取り組みですね。はい。で、もう一個が、中国の、規制状況ですね。で、中国水面下の仮想通貨取引は禁止せずかって書いてありますけど、これ僕内容先に、確認しておりますが、一応ね、細かくてか、まあ、ざっくり言うと、要は中国が規制したいのは仮想通貨のレバレッジ取引であるというところみたいです。うん、それが本当かどうかっていうのは分かんないんですけど、まあ、一応このニュースの発表ではそうなってます。で、何を規制するかっていうと、そのレバレッジ取引で、もしかするとこれは確定じゃないけど、中国が規制、現物取引に関しては規制しないんじゃなかろうかみたいな、ニュースでございますね。はい、なのでマイニングはだからできることになるんかな。マイニングも規制強化するって言ってるけど、まあ、報酬の現物であるビットコインっていうのは、まあ、もらっても問題ないんでしょうね。トレードしてないのであればやけどね。貯蓄していくというか、ビットコインをもらうだけでは問題ないんじゃないかなっていうふうに思ってますけど、まあ、中国政府は、レバレッジ取引のみ、規制したいんじゃなかろうかっていうところが、今回のニュースで上がってきております。はい。なので、現物取引は、基本的には、まあ、水面下というのか、それが。ちょっとわかんないですけど、まあ、現物取引は取引、規制の強化はせずに行うんじゃないかなっていうところで、ニュースが入ってきております。はい。で、もう一個ちょっと面白いのが、米国市場で円建てビットコインの取引ができるようになるよっていうところですね。ビットフライヤーさんですね。ビットフライヤーが、BTC-JPY ですね。ビットコインの円建てを取り扱いをスタートするというところが、ニュースで上がってきてます。これに関してもちょっと面白いですよね。アメリカ在住の人が要は円建ての、トレードに参入してくるっていう形になるんかな。はい。になると思うので、このあたりはちょっと面白いニュースなのかなっていうところなので、このあたりもし内容、しっかりと読みたいという方は、いつも通りですね、コインポストさんの新着ニュースで上がってきてますので、このね、米国市場で円建てビットコインの取引、ビットフライヤーが提供っていうところの、見出しのニュースね、を、クリックして内容も読んでみてください。はい。で、まあ、最後が、仮想通貨取引所 FTX が NFT に参入と。まあ、この NFT に参入に関しては、もう至るところがやってるので、まあ、そこまで僕の中では、なんか、真新しくはないのかなというところでございます。まあ、それでもね、読みたいという方は、ぜひね、コインポストさんの、ニュースサイトを来てみてください。はい。で、続きまして、よいしょ。時価総額ランキングね、見ていこうかなというふうに思います。全面的にね、
まあけど明暗分かれたって感じかな。上位4銘柄に関してはプラス 2% ぐらいからプラマイゼロぐらいになっておりますよというところですが、その下ね、同時コインがマイナス約 8% で、リップルもマイナス 2% 約ね、で、その下ポルカドットがマイナス、まあ、約 4% というところかな。ユニちゃんはプラマイゼロであったりとか、まあ前後プラマイ、まあ5ずつぐらい 5% 前後ぐらいは、あるのかなというところですが、まあそこまで大きな動きは、してないのかなというところですね、上位銘柄でいくと。はい。で、いつも通りエンジンちゃんを見て、よいしょ、チャート分析の方に移っていこうかなというふうに思います。エンジンが今現状が173円ですね。これね、やっぱりね、日足のね、短期線抜けれなかったですね。まあ、抜けれなかったというか、これに関しては、日足が切り替わったタイミングで、ビットコインとイーサリアムがボンって下がったんですよ。まあ、それにつられて下がったっていう風にも見れるんですよね。で、まあ、一応ね、寄り付き逆行、引き順行っていう言葉があるように、まあ、このままね、日足が陰線で確定するのであれば、またね、短期線で抑えられちゃったわっていうイメージつくんですが、まあ、この後ね、引けにかけて逆行して、順行、上に登ってくるのであれば、まあ、一旦この日足の、短期線25日線は上抜けてこれるんじゃないかなというふうに僕は見ております。まあただね、今からこの動きを見ていかない、チャートの動きを見ていかないといけないんですけど、これに関してはエンジンがどうこうっていうよりは、ビットコインとイーサリアム、まあ、上位銘柄あたりをしっかりとね、主に見ておいて、主に見ておいて、で、まあ、その後エンジン見ていくみたいな方がいいんじゃないかなと。今のところは相関してると思うので、まあ、ビットコインが下がれば下がるし、ビットコインが上がれば上がるっていう形になってるので、まあ、このあたりは、ビットコインの動きいかんにっていう感じにはなるんじゃないかなっていうところでございます。はい。ただまあ、安値切り上げてきてるし、高値も切り下げてきてるということで、まあ今現状三角持ち合いですよね。で、しかもほぼほぼ先端付近まで来てるので、まあ間もなくちょっと大きめにまた動いてくるんじゃねえのっていうのは、まあエンジンだけで見ても、分かってくれ、もらえるかなと思います。ただまあ三角持ち合いなので、まあ上下どっちに抜けるかっていうのは抜けてからね、判断っていう形になってくるのかなっていう感じで僕は見ておりますよというところでございます。はい。なのでまあ基本的にはビットコイン、イーサリアム、この辺までの動きっていうのを、まあ抑えておけばある程度の、次の動きっていうのは予測できるのかなっていう感じでございます。はい。では続きましてね、ビットコインの円建ての、チャートに移っていくんですが、今日ね、ちょっとね、まあ、いつも通りなんですけど、朝は僕、セブンイレブン行ってね、コーヒー買ってくるっていうのが日常なんですけど、まあ、その、いつものルーティンをしていましたらですね、今日大阪がね、僕、まあ、大阪在住なんですけど、豪雨なんですよ。まあまあな雨が降ってるんです。で、まあ僕は傘さしてね、ぼちらぼちら歩きながらコーヒー買いに行ったんです。首も痛いしね、自転車もなかなか乗りにくいから。で、ぼちらぼちら歩いてったら、まあ一応コーヒー買って、また傘さして出たんですよね、セブンイレブン。じゃあ、マンションから、まあ男性が一人タタタタタってこう、足早にね、出てきはったんですよ。で、僕ちょっとね、下向きに歩いてたから、傘もあったしね、その人の上半身というか、上が見えなかったんですけど、まあ足早にバーって行きはったから、まあ気になってちょっとチラッと見たんですよね。そしたら、その人ね、傘をささずによ、マンションから出てきはったと思うねん。まあ、もしかしたら友達の家とか、やったかもしらんけど、バーって出てきはったのに、ジャケットだけ頭に羽織って出てきてはったんですよ。で、自転車の前に立てたんですよね。まあ、そこまではまあ、ええやん。ええやんっていうか、まあ、あり得るやん。友達ん家で、友達の家に傘がなくて。で、まあ、もしくは自分家でもいいわ。自分家に傘がなくて、なんとかしなあかんから、とりあえずジャケット羽織って、なんか用事があって出てきたみたいなのではわかんないけど、傘やったらさ、まあ、ある程度こうガードするからさ、まあ、なんて言ったらいいの、雨の水をね、サドルとか拭くのはわかんないけど、その人ジャケットなわけ。ジャケットだけ羽織ってるのに、めっちゃ一生懸命自分のさ、ハンドタオルでさ、サドルとさ、ハンドルをさ、もうキュッ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 拭いてるわけよ。いや、君この後、この豪雨の中、頭にジャケットだけ羽織って走っていくのよな、チャリでって思って。で、見てたら、まあ、実際、チャリで走ってきてたんですけど、やったら、タオルで拭かんでええんちゃうって思って、結果濡れるやんって思いながら、朝からちょっとね、不思議な、人を見かけたなというふうな、何かに抗っていた、人をね、見て、なんかこう、不思議やなと思いながら、面白いな、人間観察って面白いなと思いながら、今日はね、楽しい、こう、コーヒーの、日常になりました。コーヒー買いに行くね、ルーティンになりましたよというところでございましたが、いや、そういったところでね、まあ今日もね、ちょっとこう、あ、いい日になりそうやなって思ってます。ネタが一つ拾えたな、なんて思いながら、芸人かっていうところですが、はい。なのでね、今日もね、楽しくこう、チャート分析の方ね、移っていこうかなというふうに思っておりますよ。はい。ではね、一応ね、円建て見ていくんですが、まあさっきね、ちょっとエンジンでも振りましたけど、まあ日足の切り替わるタイミングで、ストーンと落ちてきましたね。ストーンと落ちてきましたが、
僕のね、見てるところでよると、まあ今、結構素直なんですよ、ビットコインの動きがね。昨日も書いたけど、ビットコインのチャート素直ってね、ピュアって言いましたけど、ピュアなんですよね。で、今のところですけど、このね、チャンネルの加減でね、綺麗にね、下げ止まったというか、下髭が出てきてるので、これね、割らへんのんちゃうかなとか思いながら見ておりますよ。ここですね、チャンネルの加減。触れた途端に一気にね、下髭が出てきてます。まあ、こっから先続落する可能性あるで。あるから、しっかりと見ておかないといけないねんけど、このままチャンネル内に残してくるんであれば、もう一回ね、チャンネルの上限というか、上に向かって上がってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。で、なおかつね、今下に抜けてるんやけど、4時間足レベルで、日足のこのチャンネルの、加減ですね。大きなチャンネル、日足レベルのチャンネル、下方向に伸びてる、下降チャンネルですね。の加減の中に、例えばですけど、この4時間しか収まってくるようなことがあれば、結果的に僕上に跳ねるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。一旦ね、この、赤のライン、とグレーのゾーンが今あると思うんですけど、このグレーゾーンに阻まれたんかなっていうところで僕は見てますので、このあたりは、しっかりとね、この420万円ラインっていうのを守れるのであれば、僕は全然まだ上かなっていうふうには見ておりますよというところです。まあ、急落はしてるけどね。はい。なので、このあたりは、今の現状の動きっていうのがすごく重要になってくるかなというところでございます。はい。で、もしですね、僕がシナリオをちょっと切り替えなあかんなって思うのであれば、直近の安値ですね、直近の安値である、408万円かな、うん、408万円なんで、まあ405万円ぐらいまで見ていいかな。400万円割るか割らないかっていう、この攻防戦は、注目しておかれるといいのかなと。で、綺麗に今のところね、この、この安値をつけたところが、綺麗な EMA の50でのサポートなんですよ。で、今現状も50のサポートに触れてるんですよね。で、今、反発してきてるので、400万と言わずとも EMA の 50?、EMA の50を割ってくると、ちょっと一旦、下向きの方向性っていうのも、加味しながら、シナリオを立て直さないといけないのかなっていう感じで考えておりますので、4時間足の EMA の50割る、もしくはチャンネルのね、加減を、実体でしっかりと割ってくる、あたりまでは、しっかりと上をね、意識しながらの、シナリオ作りになってくるのかなっていう感じで僕は見ておりますので、このあたりはね、ぜひ、参考にしてもらいながら、皆さんのトレードに役立てていただけたらなというふうに思います。はい。で、もうこれはね、ちょっと下が強くなるなと、今現状は上が強めで考えてます。で、なおかつ、さっき言ったチャンネルの加減 EMA の50、割ってくるようであれば、下を加味しながらのシナリオになりますが、下が強めやなってなってくる、価格帯でいくと390万円ですね。390万円割れから、下が強めな、シナリオになってくるのかなっていう感じです。それが、基本的には、4時間足レベルの雲を下抜ける形。プラス、今ね、直近安値って言いましたけど、これをね、一つの上昇と捉えるのであれば、この上昇に対する安値ですね。が、390万円というところなので、その安値も割ってくるというところで、ちょっと下が強くなってくるのかなっていう感じで考えておりますので、この390万円割れからの、シナリオっていうのはもう一度ね、組み直す必要があるのかなという感じで考えておいてもらえると、皆さんのね、トレードにお役立ていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、参考にしてみてくださいよというところでございます。はい。で、もしね、このまま、チャンネル内、チャンネルの加減でサポートされて、なおかつね、日足のチャンネルの中にもう一回入ってくるのであれば、一旦ですね、よいしょ、ここの価格帯やな、430万円台、430万円から435万円ぐらいまで、このあたりが一旦の利確ポイント、一つ目の利確ポイントになるかなと思いますが、チャンネルの中央線プラス、直近の高値ですね。直近高値あたりになってくるので、まあ、ここからはちょっとダブルトップに警戒というところです。はい。で、もしそこも335万円かな、このあたりも抜けてくるようであれば、もう1段階上の、ここですね。450万円ぐらいかな。450万円ぐらいが、もう一つね、上の、利確の検討ポイントになってくるかなっていうところで考えておりますので、上はね、このあたりで見ておいてもらえたらと思います。はい。で、なおかつ、これあれやんな。もう一個上の高値切り下げラインも落ちてきてるのか。うん、そうね。
460万円までぐらいがかなり硬そうなんですよね。460万円ぐらいは特に注目かなっていうところ。450から460ぐらいまで。このあたりのレジスタンス、抵抗っていうのはしっかりと注目しておいてください。そのあたりになってくると、ちょうどね、EMA の200とかもね、抵抗帯になってくるんですよね。なのでこのあたりの価格帯っていうのはちょっとね、レジスタンスラインが多くなってきますので、特にね、利確検討っていうのはしっかりとしておいて、ストップ値上げてくるとかね、利確の検討もしくは半分利確する、3分の1利確するとかね、いろんな方法をとって自分の利益っていうのをしっかりと確保するようにするといいでしょうっていう感じでございます。はい、では続きましてがドル建てでございます。ドル建てがまあ、ほぼ同じかな。ビットコインまず見ていきますね。これも同じく4時間足でございます。チャンネルの加減ちょっとね、円建てと違ってヒゲでは下抜けてるんですが、よいしょ、チャンネルの下限では下げ止まってるのかなっていう感じは今見て取れます。まあ、ここから続落する可能性もあるので、しっかりと、引き続きね、ローソク足の動きっていうのは追っていただかないといけないんですけど、もう一個がやっぱりね、僕ツイッターでも言いましたけど、もうすべてが裏タッチングロペスで説明できるんじゃないかっていうふうに思ってますが、この高値の切り下げラインですね。一度抵抗されましたね。一度抵抗されて下げてきたこの高値の切り下げラインの今、裏タッチングロペスにも、交わってきてるんですよ。裏タッチングロペスプラス、チャンネルの加減、このあたりでサポートされてるので、ここはね、正直僕の、トレード手法によると買いやすかったポイントですね。ロングに入りやすかったポイントでございますよと。はい、で、どこあったら、ゆうきさんやったら逃げますかっていうところなんですが、それが直近安値ね、直近安値の、37,000割れで、逃げようかなっていう感じですね。逃げるのであればね。このあたりはあくまで僕の個人的な、手法になりますので、しっかりと皆さんは自分の資金と相談してね、逃げ場所っていうのを考えてください。はい。で、今のところは、ロングを狙っているよというところでございます。はい。で、ここを割ってくるようであれば、37,000で一旦、目線をフラットに戻す感じね。はい。で、ここからは、上に上がるの、下に下がるのっていうのをしっかりと見ていきますよという感じです。で、じゃあ、どこ割ったら、下強くなりますか？さっきの円建てでも言ってたところですね。が、35,000ドルです。35,000ドル割れからちょっと厳しくなってくるのかなっていうところ。これも、円建てと同じく、雲の、下抜けですね。4時間足レベルで、雲の下抜け、プラス、この上昇、一つの上昇を、もう一つ大きな視点で捉えるのであれば、それのね、直近の安値ですね。になってくるのが35,000ドルになりますので、このあたりは、割ってくると、一旦ね、下に大きめに下げてきてもおかしくないのかなっていうふうに僕は考えておりますので、このあたりが、分岐点になってくるかなという感じでございます。はい。で、さっき言ってたね、円建てで言ってた上ですね。上を見ていくのであればっていうところですが、一つ目が、チャンネルの中央線ですね。と、直近の、高値であった4万、やっぱ4万ドルは厳しいと思うねんな。今回も4万ドル、抜けれずに、EMA の100かな、EMA の100で頭打ちされた感じですよね。なので、この EMA の100プラス、チャンネル中央線プラス、まあ、4万ドル付近っていうところも含めると、このあたりはね、39,500 ぐらい。39,000 から39,500。このあたりはちょっとね、要注目。下げられてもおかしくないようなポイントになってきますので、もしね、チャンネル加減でサポートされて上がってきたにしても、39,500 付近っていうのは皆さんも注目しておいてください。利確を検討してください。そうなった場合は、ここでのダブルトップですね。もう注目、される形になってくるかなっていうところでございます。もし、39,500 抜けれるんであれば、ニアリーイコールでね、4万抜けてくると思うんですよね。まあ、けど4万ドルの攻防戦っていうのもちょっとね、注目しないといけないので、ちょっとね、500ドル幅で注目しないといけないポイントが早いんですが、4万ドルの攻防戦っていうのはちょっと注目はしておいてください。はい。で、直近の高値プラスチャンネルの上限ですね、の付近が噛んでくる41,000ドル。41,000ドルもしっかりと意識しておかないと、叩き落とされる可能性があるよというところなので、この4万ドル付近は、レジスタンスラインがかなり多いです。なので、このあたりは、慎重に、トレードせざるを得ないのかなというところです。細かく利確ね、はしておいた方がいいのかなというふうに僕は思っておりますので、このあたりはぜひ参考にしてみてくださいというところでございます。ほい。じゃあ続きましてが、イーサリアム。よいしょ。イーサリアムがね、まあ、一応ね、直近安値でね、下げ止まってくれてるんですよね。で、なおかつ、EMA の25。EMA25 でもサポートされてるように見えますよっていうところですね、ここ。これね、これが EMA の25。で、プラス、このね、レジ
サポ転換が起こったゾーン、2650ぐらいから2700ぐらいっていうのは、昨日僕動画でもちゃんと言ってたと思うんですけど、このあたりで、まあサポートされたように見えますよというところですね。なので、こっから上に上がるのであれば、全然ね、大きな上昇っていうのは見れると思うんですが、リアとしても2900から3000ドル付近っていうのは、もう一度ね、レジスタンスされる可能性がありますから、イーサリアムでトレードしてる方も、必ずね、2900から3000ドルの間の値動きっていうのは、注目して、利確を検討してみてください。はい。なので僕、ここで、このね、2650から、背にね、ロングっていうのは全然僕はありかなと思ってます。で、もう一段下にも、このね、安値の切り上げラインっていうのもあるので、そこで考えても、一応ね、2600割れかな。うん、イーサリアムは2600割れから、ちょっと下強めに考えてもいいのかなっていうところですね。はい。ただまあ、結構ね、分厚めの雲、4時間足レベルで分厚めの雲もサポートとしてあるので、まあ、このあたりはサポートされてもおかしくないかなと思うんですが、もうちょっと時間軸的に横にずれるのであれば、雲の切れ間が出てくるので、このあたりでストーンと落ちてくるみたいな、シナリオもね、全然あり得ると思いますので、このあたりはぜひね、下の、危険性っていうのも含めて、2600割れからは、一度ね、目線をフラットに戻した方がいいのかなというふうに考えておりますよというところでございます。はい。で、このね、黄色いチャンネルの上限ですね、黄色チャンネルの上限、ここを抜けてこれたあたりから、大きめな上昇っていうのがあってもおかしくないのかなっていう感じで考えてますので、結果ですね、3000ドル、超えてからは、まあ、かなり大きめな上昇っていうのも、一つね、期待しておいてもいいのかなっていうふうに僕は見ておりますので、このあたりもぜひね、参考にしていただけたらなというふうに思っておりますよというところでございます。はい、じゃあ最後にね、リップル行こうかなというふうに思ってますが、リップルに関してはね、僕が大好きというか、まあ、トモミンが大好きな、アセンディングトライアングルですね。俗に言うイニシャル D チャート、僕のね、チャンネル風に行くと、になってるのかなっていう感じですね。高値は一定。高値は大体ね、1.05 でしっかりと実態で抑えられてますよと、4時間足レベルね。ただ、安値はしっかりと、切り上がってきてますよというところ。トレンドラインが発生してますよというところ。まあ、まだね、3点目が決まってないので、まあ、どうとも言えないですが、このね、0.9 ドル、もうちょっと下がってもいいかなと思うんですけど、0.9 ドル付近、このあたりをしっかりとサポートするのであれば、一旦ですね、この、アセンディングトライアングルっていうのが決まってくるのかなっていうところです。はい。で、アセンディングトライアングルっていうのが基本的にね、上に抜けやすいシナリオ、シグナルとなっておりますので、チャートパターンとなってます。まあ、これなんでかっていうと、高値は一定、要は抑えきれてない。切り下げれてない。けど、安値は切り上げている。じゃあ、どっちの力関係が強いですかっていうところで考えると、まあね、頭のいい皆さんだったらすぐに、答えが出てくると思うんですけど、安値を切り上げることができている買いの人たちの方が、まあ力が強いよねっていう考え方。だから上に抜けやすいとは言われてます。はい。ただ、ここまで綺麗な、アセンディングトライアングルになってくると、ここの、要は、みんなが買いに来る、この抜けてくるポイントで、売りを浴びせて、一気に逆に走らせるみたいなね、手法を取ってる方もいらっしゃいます。大口さんたちが動いたりもしますので、まあ、このあたりは、まあ、騙し的に上抜くけど、一気に下がってくるっていうリスクは、しっかりとね、頭の中には入れておいてください。なので、損切りは必須でございます。はい、損切り値はしっかりと入れておいて、自動的にね、の損切りはしてもらえるようにしておいてください。強制ロスカットにならないように、しっかりとね、手は打っといてもらった方がいいのかなというところでございます。はい。ただまあ一応ね、この安値を切り上げっていうのをキープできるのであれば、このままね、上抜けてきてもおかしくないのかなというところです。ただどっちみち 1.05 っていうところがレジスタンスラインとして強いっていうのは間違いないです。ここで売り圧が入ってきているっていうことは間違いないので、この 1.05 っていうところは起点としてね、考えておいてもらえたらいいかなというふうに思います。1.05 抜けから、強く上に上がるのかなっていうところですが、さっきも言った通り、騙しが発生する可能性があるので、リスクを、回避するのであれば、僕がいつも言っている、UTR の PPG ですね。この 1.05 抜けた後に、この 1.05 を次、背に、ロングですね、裏タッチングロペスのパンパース買いが、発動するポイントになってくるかなと思います。そうした場合この 1.05 のレジスタンスを見ていくので、ここがもし勢い騙しの場合ね、抜けた後に勢いよく落ちてきますから、ここで入るタイミングっていうのがなくなるんですよね。そうすると、騙しにあって、強制ロスカットされるリスクを、減らすことができるっていうふうに僕は思っておりますので、このあたりはぜひね、リスクが嫌いやっていう、リスクはなかなかちょっと取りにくいよっていう方は、一度抜けた後の戻ってきたところを取っていくっていうのも一つね、手法の中に入れておいてもらえると、皆さんのね、トレードにお役立ていただけるんじゃないかなっていうふうにも思っておりますので、このあたりはね、ぜひ参考にしてみてくださいよというところでございます。はい。ということでね、今日は以上で終わりたいと思います。今日もね、動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。
がとうございました。冒頭にも言いましたが、明日、明後日はね、ちょっとお休みの方いただきます、動画はね。ツイッターの方はまたつぶやくかもしれへんから、フォローは忘れずにしといてもらえたらなと思うんですけど、動画の方はお休みしますので、動画はね、次、来週の月曜日の動画をお待ちいただけたらなというふうに思います。はい。で、今月も、まあ、できたらライブ配信2回ぐらいしたいなというふうに思ってるので、まあ、中旬と下旬かな。にライブ配信していこうと思ってますので、そこはね、皆さんまた期待してもらって、遊びに来ていただけたらなというふうに思っております。はい。で、あとね、もうかなりね、心配していただく、まあ、コメントであったり、メッセージ、LINE でね、メッセージとかいただくんですが、まあ、徐々に回復はしっかりとね、してきてますので、まあ、ご安心くださいよというところでございます。まあ、できたらね、明日、明後日のちょっとお休みでね、しっかりと回復したいなというふうにも思っておりますので、月曜日にね、また元気な姿を皆さんにね、お見せできれた、できることができたらなというふうに思っております。はい。ということでね、今日は以上で終わりたいと思います。ではまたね、来週の月曜日の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちら、リアルタイムトレードの情報は Twitter のフォロー、質問や応援メッセージはオフィシャル LINE の友達追加もぜひよろしくお願いいたします。詳しくは動画の概要欄をご覧ください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。